エクソン入った時は体の調子もちょっと悪かったので、ちょっと落ち込み気味でしたけど、やっぱし太鼓に会えて、それで体の調子も良くなって。Being introduced to Exodon on Sado, it really opened my eyes just to the infinite potential of what we can do with more intention and awareness as a taiko community. Exodon を今使っていて、広い意味というか、まあそのまあ、名前はまずエクササイズとサドとドンがくっついた。この造語なんですけど、もともとが認知症予防ってところで始まってるので、そういうちょっと頭も使うような、体と頭とデュアルタスクでなんかいろんなことを同時にやるっていうことを、入れたようなプログラムもあります。エクサドンは6年ほど前に佐渡市の高齢福祉課というところからの健康増進のプログラムを太鼓でやろうということの提案をいただき、まあ、それを推進する上での専門家としては森本義則先生がいらっしゃって、森本先生と高度文化財団と共同でこのプログラムを開発しております。運動になる運動習慣が認知症を予防したり、人々のこう精神的な状態を改善したりするっていうことはもう分かっていた。ただこれほどみんなが喜ぶとは思ってなかったです。想像以上なことがありました。正確な最初の気持ちは、正確な太鼓の扱い方を習いっていう気持ちでこう入ってきたんですが、回を重ねるごとに自分の精神的な面も強くなるし、積極性も出るし、今まではまあちょっと引っ込み思案っていうか、そういうあれだったんですが、今回この和太鼓のエクササイズを行うと、行った人の幸福ウェルビーイングが高まるということが分かったので、ある意味では日本文化ではそれに関わる人たち、お祭りに関わる人たちのウェルビーイング、幸せを高めるような装置をその宗教や祭りの中に内在させていたということにもなるのではないかと思うので。So there's the social interaction aspect where, you know, you're working on skills like turn taking and impulse control and listening to others and responding, as well as like the cognitive aspects of sequencing and memory, and also the physical benefits. Using both your arms is really powerful for people that have movement disorders.And so to me as a therapist, it's like the jackpot of a therapy modality. 太鼓っていうものは誰にでも手で叩いても音が鳴るし、物が当たっても音が鳴る。誰にでもできるので。The label of being disabled or being sick melts away because everyone is able to play taiko together. You know, you're not fat or skinny or strong or weak. Everyone is just like a taiko player. I feel that's what taiko does. It creates connection.たくさんの方々にですね、まずエクサドンというものを知っていただいて、プログラムをもっともっと一緒に作っていくというか深めていく、それからそれの効果を検証していくというような形でプロフェッショナルな方々にも関わってもらいたいと思ってますし、それから実際にエクサドンというものをファシリテーターという形で実際にプログラムを進めていく人たちというものもこれから増やしていきたいと思っているので、ぜひ関心を持った方にはコンタクトを取ってもらいたいと思っています。